スペースビズ編集長の太田です。私の心に響く名言は、皆さんの心を癒し励まし、より豊かな人生を歩むきっかけになるような名言を一つご紹介します。今回はヘレン・ケラー編です。目、耳、声の三重苦を克服した教育家であり、社会福祉事業家でもありました。名言は、世界で最も素晴らしく最も美しいものは、目で見たり手で触れたりすることはできません。それらは心で感じるしかないのです。この名言は私の心に響く名言第1回目にぴったりの名言ではないでしょうか。人生において本当に感動したことはずっとずっと記憶に残っているように思います。私の場合は友人からの励ましの言葉なんかは忘れられないですね。人生航路には一人一人に必要な宝物が隠されているのかもしれません。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。上にマーク出てると思いますので、よろしくお願いします。